まもなく12月といえば楽しみなのがクリスマス。今日、日本玩具協会などが今年のクリスマスのおもちゃのトレンドを発表しました。それが本物志向のデジタルトイ。後ろからサメが襲ってきてるので驚いたリアクションでお願いします。YouTuber の疑似体験ができるおもちゃが人気投票で1位となりました。さらに新型コロナが落ち着いた今だからこそ家族みんなでできる定番ゲームもパワーアップして登場しています。日本玩具協会は新型コロナが5類に移って初めての年末年始、おもちゃを中心に家族で楽しんでもらいたいと話しています。